はい、まあこんな感じでおしゃれムーブは終わりにしてガチの検証をやっていきたいと思います。多分これはもうバッチシに乾いてるので、さっきみたいに油敷いて投入したら破裂してくれるはず。うん、ちょっと端っこを取ってこれでいきます。だいぶフライパンから煙出てきたのでいいんじゃないでしょうか。匂いも油焼ける匂いしますし、じゃあポップコーン丸々炸裂するまで3、2、1。うん、なんかもうこれ以上すげえような結果は望めない気がします。今回の実験結果としてはしょぼく馳せるけどだいたい焦げる地味。いやもう少し動画映えしてくれてもいいじゃんと思うんだけどね。これ結構熱されてるはずなんだけどね。真面目な考察をするとですね、この油が張ってる面に対してポップコーン直接入れると結構曲がったり湾曲したり全体が入らないのではぜないんでしょうね。もっと大量の油とかでやったらそれこそポップコーン全部浸るような油でやったらはぜるかもしれないですけどっていう結論です。もうこれ1年ぐらい温めてた企画なんだけどな。絶対ポップコーンいい感じにはぜると思って去年の段階からやろうと思ってついにやったんですけど、まあ世の中甘くない。スーパーとかで手に入る野菜でこういうのやってくれっていうのがあればぜひコメント欄でお願いします。今日はこんな感じで失敗のポップコーンをお送りしました。以上、山城でした。もいもい。